マジか点々ってひらがなで誠とマジカの間に星で誠が多分カタカナです。さあ試合の方始まりまして、マサヤンと辻川と契約して優勝で走り追い込んでドリームサリーロクシーホッキング使って、しかしフライパンでうやめにする。プラチナはやっぱり 3-on-3 だと先方で出るのが熱いですかね。立ち回り、さあ実際ハクメンも最近数が少ないのでフォーサーから始めたマサヤンさんはハクメン戦の経験がどれだけあるのか。さあボディー、フレーム当たらない、手枝が長い、ジャッジ使って、さあ牽制牽制、近寄りづらい、三振、ユニフレーム取りつつ固めを継続していく、ジャッジし、マミサーキュラーは切り落とした。一本目取っていくのは日陰ハクメン、当て身を取っていく、ミサイルが起動しづらい相手なのか。最初使ったところに踏み込んで、さあ受け身を取らなかったところにダメージを取っていく、中段は見えていた、裏側に、おっとしかし6シーンから締めて泡、しかしここは当て身読みの泡重ならないを読んで、ホタル、さあコンボミス、しかし革命がまだワンチャンスある、ここはバースト使っていく、投げ特進カウンター、さあまだワンチャンスあると打って、ここはバースト使わせていった。一つ最終ラウンドバーストカウント 1-1、 ジャシーカウンターから6エスカル、空魔人狙いだったがタイミング合わなかった。始まりを投げ、さあ走り追い込んで6エ、目を継続、ゴディ、しかしスカル、ここは追わず、三振、大底の下段が飛んでくる、投げて、画面端、三鉄、ここはなっていた、三振、カウンター、カウンターはここにいけるぞ、どうなるか、ゴディ、読みで出したが、ここはさすがに心得ていた、ドリームサリーを出して、ここ投げ、どうなるか、フライパンに対してホタルをぶち込んで一本取っていくのは、一本じゃない、先鋒戦を制したのは日陰ハクメン。さあ開幕、
久保さんのバルケンハイが走り追い込む。暴力的な立ち回り。狼ゲージを節約する。浮き風出して、ここはゲージを吐いていく。このダメージ一気に追い詰めていく。ゲージを回収して、一回落とす。ここもミス。これはワンチャンスある。タックル、走り追い込んで中段、勝ちっぱなし。グレンからバックステガリ。ここは勝負に出た久保バルケン、裏側に当たった。死体を殴ってテンションを上げて、ヨシに対して力強い。3800、ここ投げ決めて、これは非常に痛いダメージ。落としてコマ投げ、さらにいくバーストして、タックル、B 対空から、これはバースト使わざるを得ない。タックル、タックル、ガンガン押していく。勝ったのはクモバルケン。実に力強い久保ムーブ。さあ北陸チーム、地方出てくるのはディフェンスに定評がある池上。先ほどはディフェンスというよりはオフェンスでバリバリ押していった池上さん、攻めこそが最大の防御だと。バルケン相手に主戦に回ってたら結構苦しいっていうところもあるかもしれないですからね。開幕リーシュリケンから距離を稼ぐ、少しに化けた。この落としてしまったところからの勢いが久保さんに味方しているあたりが、追い込んで、よし、カウンター、ここでさらに落としていく。ダウン取ってジャンディ負けた。アンシーラピカが落としてバックステを、おっと、しかしこれはスカッター。なんだこれは、位置が入れ替わってドラゴンボール状態。激しく位置と画面の流れが切り替わって、何が起こっているのか分からないような状態。もうまさにこの今プレイを見ているこちら側としてはなんかやめちゃ状態ですね。さあこの威力、3800、腰に対空、カウンターから強めでディーグリを使っていく。投げが抜けて三振、三振やれや、二振、五振、露骨にいった。パワープレイ、ディフェンスというよりは凄まじく力強いオフェンス。ザイオとして画面中追い込んでいく。さあどそっと起き上がって強引に蹴り飛ばしていく。久保バルケン、お互いにこの組み合わせ、力と力のぶつかり合い。
右から飛ぶ空中投げ三振、投げて投げ抜けて走者ダウン戻って飛び防止から空投げ、これは抜けてパンチが当たって走者大噴火、これはちょっとゲージが残った腰色の、こんな繋ぎ方があるんですね。なるほど。さあ座王を引っ張り出した、ついに辻川といえど、100% はありえない。そして、初の辻川を倒すという手腕を果たすことができるのか。まずは開幕からいった、ジャンディに対して、さあ位置が高かった、イカガミさんは非常に早い段階から釘を使っていきますね。ここまではバレていた、バースト使ってバリング仕込んでますよね。さあ池上さんが、池上さんディフェンスに定評ないじゃないですか。さあ第2ラウンド開幕は、おっとダンスを繰り返す辻川誠、ここ昇竜拳強引にオフェンスに対してオフェンスと力をぶつけてくる、投げ、この位置は結構減るんじゃないか。いやいやいや、あんま減らないっつってますけど3700円いってますよ。リークギガンガン入っていく、おっと、あーこれはこれね、なんか何のこの実況殺しは投げて空投げ、これは位置がなかなか減るんじゃないでしょうかと思ったら青い、ここでバースト使っていく、リークギ、これはさすがにたまらずバースト、空投げ決めて、バーストは使っていかない、読んで、崖で返していく、さあ、あるぞ、これは、どうなるんだ、さあ、2500ダメージ、どうなる、位置が。